宝塚駅に設置されたシンシアの銅像シンシアは日本の会場犬ラブラドールレトリバーのメス。兵庫県宝塚市在住でコンピュータプログラマーの木村義友に飼われていた。シンシアという名は木村がアイドル歌手南沙織のファンであることから彼女の愛称にちなんでつけられた。なお、木村は日本会場犬使用者の会の会長を務め、 解除犬普及活動の中心的存在として活動している。車椅子生活を送る木村の助けとなるべく育成団体で訓練を受け、1996年7月に解除犬となる。1998年に毎日新聞社が解除犬の法的認知を訴えるキャンペーンを行ったことから存在を広く知られるようになり、 毎日新聞の地域面に掲載された会場券シンシアは連載523回を数える。献身的な働きぶりは全国の人々の共感を誘い、障害を持つ人のパートナーとして広く認められ、ドラマ、シンシア、会場券誕生物語や英語の教科書の題材にもなっている。1999年5月には宝塚市がシンシアの街を宣言するなど、 解除権受け入れの機運は盛り上がりを見せ、2002年5月には身体障害者補助権法が成立し、同年10月に施行される。こうした一連の補助権認知運動の中で補助権の象徴的存在として大きな役割を果たし、2003年10月には同法に基づく全国で3頭目の正式な解除権となった。人間なら60から70歳となった2005年12月に、 介助犬を引退して、木村家で余生を送っていたが、2006年1月に、秘蔵に腫瘍が見つかり、緊急手術。2006年3月14日、死去。12歳。2015年3月14日、JR 宝塚駅構内に、新視野像が置かれた。ありがとうございます。